から開会式を始めたいと思いますので、皆さんこちらの受付されたテントの前に、お集まりください。皆様おはようございます。高知県知事杯釣り大会、今年で第2回目を迎えます。今回120名の定員ということで、募集をさせていただきました。それではですね、開会式にあたりまして、知事杯の実行委員会の副会長を務めておりますシーフラーコントロールの広田社長の方から、一言開会の挨拶をお願いします。皆様おはようございます。おはようございます。今回第2回の高知県知事杯釣り大会ということでですね、遠くは宮城県からもわざわざお越しください。ありがとうございます。今回ですね、やっぱりこの趣旨がですね、県外の方が高知に来ていただいて、この高知の釣りの良さ、魚の豊富なところ、そういうところを見ていただきたいなと思って、県の方々と一緒に協力を得ながら本大会を開くようにしています。で、去年と比べても約倍の人数でやれるようになりまして、すごくこう、やっててもですね、釣りの良さっていうのが見せれる大会になってくるかなと思ってます。で、隣同士がですね、知らない方もいっぱいおると思うんですけども、またこれもですね、仲良くなって、また次の釣りにつながったり、楽しい一日にしていただければと思っております。あとは怪我がないように、そこだけ本当に気をつけて今日一日楽しんでください。また今日一日よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは今日、天気もいいですし、結構何もないような状況なので、安全安心に皆さん楽しんでいただければと思います。じゃあ今日一日よろしくお願いします。60ぐらいも出てますね。これおるおったら大かもしれないです。60ぐらいです。なんだろう、はいでしょう。はい、でかい。ありがとうございます。これねえ、赤いやつじゃん。もうすいません、出しまして。もうありがとうございます。いいサイズ釣れましたね。船長のアドバイスで早巻きに切り替えた途端回ってきた。いいサイズ。ボール、ボールで着生間際のボール。おお、でかい。おお、すげえ。やったぜ。てか、カモ入れ誰もいない。あ、ごめんなさい。あ、すいません。ありがとうございます。やったー。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。やってきます。すいません。狙い通りです。さすがでございます。この辺では言いまはずですね。で、はい、やりました。嬉しい。1匹目がなんと言い方のマハタ。着底寸前でフォールでヒットしましたね。はじめめちゃくちゃ走ったんでちょっと煽むのかなと思ったんですけど、ちょっと嬉しいゲストでした。
やりました。あ、重い。生活をしていかないと、まあ、こんな大きくなれない。嫌いなものでもぜひチャレンジして美味しく食べてみてください。皆さんお待たせしました。まもなく、閉会式の方を始めたいと思いますので、お集まりください。ただいま、ご紹介いただきました足入海洋館里海の館長、新野でございます。海洋のプラスチックごみを中心とした話をちょっとだけさせていただければなと思ってますのでよろしくお願いいたします。喉のところにですね、私のこの原骨ぐらい の細いロープの塊がありました。なんかどうやら、流れてきたゴミを間違えて食べてしまってるんですよね。意を決してですね、手をガッと突っ込むと、やはり肘ぐらいまで入ります。それでちょうど出てた塊を掴んでずっと抜く、ずるっとですね、抜け出したら、それが約、ね、60センチぐらいのやっぱりロープの3、4本の束がズルズルズルっと出てきて、で、ね、よくも何ヶ月間こんなのがね胃の中に入ってて大丈夫だったなという、そういう思いがありました。でもその後体もその後順調に元気になって、で、水のお腹を解放すると中からねいろんな深海魚が出てきます。その中でやはり何例かお腹を開くと、やはりビニールの破片がもう本当に茶色く変色したビニールの破片が出てきたことが何回かありました。それから、ペットボトルのキャップ、それからです、あとねひどいのはマヨネーズのそのままのプラスチックの容器ね、そんなのが、出てきてましたね。ゴミは本当に深海にいる生き物たちにまで影響を与えていたんですよね。森が作ってくれた豊かなこの多様性に富んだ海をね守っていくために、なんかね自分たちにできることがないかなっていうことを一つ考えていただけるきっかけになればなと思います。どうもご清聴ありがとうございました。新野館長ありがとうございました。先日も国の研究機関の発表で P ライン、皆さんが使われている釣りと P ラインが自然界で消化されるのに400年かかるっていう
研究結果も発表されてまして、ペットボトルで300年、まあ、ちょっとこういったことを考えるとかなりやっぱり少しでも防いでいかないといけないことかなと思いますので、まあ、我々が釣り糸一つにしても海に捨てないということを積極的に取り組みとしてやっていきたいなと思ってますので、引き続き皆さんにもご協力のほどよろしくお願いします。で今回ですね、海ごみゼロキャンペーン、プロジェクトという取り組みをされていますツーライスのお二人にお越しいただいてます。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ナイスフィッシング。ナイスフィッシング。ナイスフィッシングです。お疲れ様です、このままのスピードで海ごみが増え続けると、はい、約30年で海全体の生物の量をごみが超えてしまうと言われております、はい。皆さんの力をお借りいたしまして、はい、30年後の海を、みんなの力で守っていきたいなと思います、今回清掃の方の協力、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてビニールはですね、後ろのテントで配布してますんで、このトングと一緒にゴミ拾いを協力お願いいたします。ゴミを拾っていただきまして、気持ちの中に何かを持って帰っていただければと思います。ご協力よろしくお願いいたします。お願いします。トライスでした。皆さんどうも協力ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。それでは、ここからですね、順位に応じた景品をお渡ししていきたいと思います。まずキッズ賞3名皆さんに景品があります。はい、おめでとうございます。あ、青がやってきました。それではですね、ここ、一つ点屋部門のレディース賞からいきます。はい、ありがとうございます。はい、では最後に、それぞれの第1位を発表させていただきます。一つ点屋部門、第1位、良心丸に乗船されてました福江武正さん、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、撮ります。はい、チェックチェックください。それではジギングタイラバ部門、第1位、サンタローマルに乗船されてました倉松孝則さん、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。それではですね、ちょっとここで、総括ということで実行委員会の副会長の、広田副会長から、総括ということで、最後一言いただけたらと思います。皆さんお疲れ様でした。今日朝早くから県外の宮城県から、あと和歌山県とか、あと大阪、神戸、徳島、中国地方からも来てくださりまして、ありがとうございました。やっぱり釣り人はですね、いろんな状況でもこうやって集まって、みんなでこうワイワイ釣りができることが一番楽しいことかなと僕も思ってますし、天野の方、平場の方、ジギングの方、いろんな方々がですね、混ざって釣りができるというのもなかなかない機会と思います。たくさんの県の方々、あとやっぱり諸先輩方、あといろいろいろんな地元の方々がお力添えくださって、こういう大会ができたことに対してすごく感謝しております。また来年も引き続きやりたいと思っておりますので、またぜひ時間がある方はまた参加してくださればありがたいと思っております。本日はありがとうございました。